はいどうも中井戸です。最近ですねリリース前とか発売前のゲームを事前にプレイして紹介するという活動を始めてるんですが、今回は当チャンネル初のコンシューマーゲームの先行プレイレビューでございます。非常に嬉しいですね。今回レビューするのは7月28日発売予定の英雄伝説黒の奇跡です。この作品とともに英雄伝説シリーズ奇跡シリーズを知らないよという方向けに、どういうゲームかというのを紹介していきますので、ぜひ最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。それでは行ってみましょう。今回紹介するのが英雄伝説黒の奇跡ということで、まずは英雄伝説とは何かという話をするんですが、元をたどると第1作目が1989年に発売されたドラゴンスレイヤー英雄伝説というゲームで、こちらがドラゴンスレイヤーシリーズの第6作目であり、英雄伝説シリーズの第1作目でもあるという不思議なゲームでございます。そこから2作目のドラゴンスレイヤー英雄伝説2まではドラゴンスレイヤーシリーズだったんですが、3作目の英雄伝説3白き魔女からドラゴンスレイヤーの名前が外れて、ドラゴンスレイヤーシリーズから独立して英雄伝説シリーズが確立することになります。1作目が1989年発売ということで、33年にも及ぶ長い歴史があるシリーズだということが分かっていただけるかと思います。そんな英雄伝説シリーズなんですが、もう一つ細かい区分で分けられています。今回紹介する黒の奇跡というのが、奇跡シリーズと呼ばれてるんですが、英雄伝説シリーズは3つのシリーズがございまして、まず第1期がイセルハーサシリーズ、ドラゴンスレイヤー英雄伝説とか英雄伝説2が該当しまして、次に第2期ガガーブトリロジーですね、こちらはこちらでゲームがあって、第3期が奇跡シリーズとなっていると。この奇跡シリーズは長編シリーズで、ゼムリア大陸が共通の舞台となっているんですが、本編作品だけでも10本の奇跡シリーズがあり、空の奇跡、FC、SC、ザ・サード、ゼロの奇跡、青の奇跡、千の奇跡、2、3、4、そして始まりの奇跡と。で、さらに今回紹介する英雄伝説、黒の奇跡まで含めると11本の超大作シリーズとなってます。これだけシリーズがあると、途中からやっても楽しめないんじゃないかと思うシリーズ未プレイの方、いるでしょう。そう、あなたです。そうなんですけど、実際僕も今回シリーズ未経験の状態でプレイすることになったんですよ。なんでそこはね、あなたと同じなんです。で、果たして楽しめるのか、楽しめなかった場合、とはいえ動画作らなきゃいけないんで、なんて言おうかなみたいな不安はあったんですけど、それは杞憂でしたね。このゲームやってみると、シリーズ未経験でも問題なく入れる世界観とストーリーで、やっぱちゃんとした RPG ってすごく面白いなっていうのがあって、なんならこのシリーズ知らなかったのちょっともったいないなってなりました。今作は特にシステムが新しくなってるのと、3D のアニメ調ってこともあって、見た目的にも入りやすいのがあって、楽しくプレイできたなと思います。で、早速、英雄伝説と奇跡シリーズを知らない方向けに、最新作の黒の奇跡がどんなゲームか紹介していきます。ではゲームの基本情報を説明していくんですが、タイトルが英雄伝説黒の奇跡、リリース日が2021年9月30日に PS4 版が出てます。こっちが8580円税込み、そして2022年7月28日に PS5 版が出ます。これが6380円税込みです。で、今回は7月28日にリリースされる PS5 版のご紹介なんですけども、 PS4 と PS5 の違いは、4K60fps 対応、ハイスピードモードがあってアーカイブ機能があるってことですので、それ以外のことは共通ってことで、 PS4 ユーザーでも当てはまるような話を今回はしていきたいと思います。ジャンルはストーリー RPG です。で、この黒の奇跡がどんなゲームかというと、舞台はゼムリア大陸のカルバード共和国で、ファンタジーっちゃファンタジーなんですけど、機械もありますよっていう独特の文明なんですね。例えば車はあるんですけど、動力車っていうね、動力っていう不思議なエネルギーで動く車があって、中身が根本的に我々の知る自動車とは違うなって感じです。動力機と書いてオーブメントっていうユニットがあまりに万能で、電気の代わりみたいになってるんですね。他にも街並みは我々の世界と同じような感じです。信号機もあるし、地下鉄もあるし、映画館もあるって感じで、ファンタジーっていうと中世ヨーロッパのイメージがあるんですけども、そこからだいぶ発展してます。で、なんですけど、街の外に出ると、めちゃくちゃファンタジーな広い世界に魔物がいたりして、かと思えば高速道路みたいな道も走ってたりして、この独特の世界観が新鮮で楽しいです。で、そんな中ストーリーなんですけども、今作の主人公は、裏解決屋と書いてスプリガンと読む裏稼業を知るわけなんですが、反社っぽい感じではなくて、探偵とか何でも屋、よろず屋みたいな感じの個人事業主をしてるんですね。で、街に住む人々の依頼を解決していくんですが、この世界にも警察はちゃんといまして、取り調べを受けたりもします。で、あとは、ブレイサーギルドっていう団体があって、これはいわゆる正義の味方的な活動をしてます。というわけで、警察とかギルドとかはあるんですけど、こういったところで扱えないものとか、表沙汰にはできないようなことを、スプリガンに依頼するという仕組みですね。
ただ完全な悪者というわけでもなくて、裏稼業からの依頼でも筋が通ってないとやらないとか、まあ、ちょい悪的なポジションですね。そんな主人公ヴァン・アークライドなんですが、24歳で個人事業主として事務所を持って独立してる大した男です。我々の感覚からすると24歳って社会人2年目なんですけども、でもだいぶ手慣れた感じで仕事をしてます。まあ、高校中退ですからね、人脈も広いし立派なもんですよ。ただゲーム中24歳のヴァンがやたらおっさんって言われてるのを見ている時は結構辛かったですね。で、敵はアルマータという謎多きマフィアで、まあ、もともとマフィア自体はあって裏社会に裏社会のルールがあるって感じなんですが、その裏社会の秩序をぶっ壊して暴れ始めたのがアルマータです。なんでアルマータはその警察とかギルドとか善の組織からもマフィアとかの悪の組織からも敵対関係にあって、全方位敵に回してます。今回はですね、アライメントシステムっていう主人公が善に行くか悪に行くかみたいなのがあるので、まあ、どっちに行ってもアルマータが敵になるような感じでうまく作られてます。で、ゲームはコマンドバトルなんですが、フィールドアクションもあります。本作のバトルシステムは従来の奇跡シリーズのコマンドバトル要素を受け継いだ、さらに快適なバトルシステムに一新されてます。まあ、これがねちょうど良かったです。フィールドで敵にダメージを与えることができて、相手をスタンさせた状態でシャードを展開するとアドバンテージ状態、つまり先制攻撃を仕掛けることができます。で、シャードを展開とは何ぞやというのは、コマンドバトルを始める何かだと思っていてください。で、このゲームはイベント戦や相手から仕掛けられた場合とかを除くと、シャードを展開したり解除したりすることで、コマンドとフィールドを自由に切り替えることができます。フィールドではコロコロ回避もできるので、まあ、うまくジャスト回避できるとすぐにスタンに持っていけて気持ちいいです。で、フィールドバトルでコマンドバトルをせずに雑魚敵を倒すこともありますが、基本はダメージを与えてスタンさせてコマンドバトルをするので、まあ、フィールドはおまけっちゃおまけですね。まあ、RPG といえばコマンドバトルってイメージがあるんですが、最近は各社単純なコマンドバトルから脱却しようとしている節がありますね。その中でもこのアプローチはかなりいいと思います。まあ、何がいいかっていうと、あんま面倒くさく感じづらいんですよね。フィールドとコマンドの切り替えが本当にシームレスなんで、戦闘が終わったらその勢いのまま走り出して、まあ、気がついたら敵が近くにいるんですよ。で、そうするととりあえず切りかかるんですよね。そしたらなんだかんだ戦闘がまた始まっちゃうんで、こう雑魚敵とかレベリングのストレスがだいぶ軽減されてますね。気がついたらどんどんレベルが上がってる感じです。今までの奇跡シリーズはフィールドアタックだったんですが、これがフィールドバトルになったことで最後になりがちな RPG の雑魚戦の刺激が増えていい感じです。まあ、かといってアクションがね難しく複雑かっていうと簡単なもんなんで、そこまで身構える必要もないです。なので今年31歳になる僕としてはちょうどいいなと思いました。で、コマンドとフィールドがシームレスに切り替わるということで、スタンさせて殴ってコマンドに入って、まあ、先手で殴り終わったら最後の一人でバトル解除してまたスタンさせるっていう悪用ループを考えついたんですが、めんどくさい割に経験値があんまもらえなかったですね。まあ、よくて 1.3 倍くらいで、普通戦うと経験値補正が2倍以上もらえるので悪用対策ができてるなと思いましたね。このゲームは難易度を下げても経験値が減らないので、レベリングを早くしたいならおとなしく難易度を変えて無双した方がいいなと思いました。コマンドバトル自体も単純なもんではなくて深みがあって面白いですね。従来の奇跡シリーズでも採用されてたアクションタイムバトルです。最近の RPG では完全な順番性のターン戦のバトルもあれば、敵味方にそれぞれスピードの概念があって入り乱れるバトルもありますが、このゲームは後者になります。そしてそれだけではなく、キャラを移動させることができて、背面や側面などキャラの位置がきちんと戦闘に関係してくると、なんで後ろに回り込んで背面特攻の技を打つと大ダメージが取れたりします。他にも味方キャラ同士が近くにいると攻撃時にアシストしてくれます。火力を出したい時はキャラを固めとくのがいいですね。じゃあ団子状態にするのが正解かっていうと、必ずしもそうじゃないですね。敵の範囲攻撃に巻き込まれてしまうからです。このゲームの範囲攻撃は場所指定のため、この範囲に入っていなければダメージを受けることはないです。なので範囲攻撃中でもアーツの弱点は発生が遅いことで、相手が早いと詠唱してから攻撃するまでの時間に動かれてしまって当たらないということもあります。逆にこちらも相手の攻撃の詠唱中に自分のターンが来ると、その範囲から逃げることができて全くダメージを受けないという場合もあります。で、もう一つ、CP を使うクラフト技はアーツとは違って詠唱がなくて発生が早いです。で、火力や効果も強力で重宝します。で、戦闘中にまあ殴ったりダメージ食らったりすると自動回復もしてくれます。で、難点は回復スポットで回復しないことですね。大技を使いまくると CP が枯渇するので、ボス戦前に CP が
マックス200じゃないときは、もう一度雑魚を倒しまくって貯める必要がありますね。この辺は CP を稼げる装備が手に入ると楽になってきます。で、正直ここまで説明してちょっと複雑かなと思われていると思うんですけども、まあ、装備面まで含めると、より複雑で要素がかなり多いので、まあ、慣れるまで時間かかるんですが、まあ、慣れてくると奥深くて、まあ、自分の成長を楽しめるシステムになっていることがわかります。で、要素が多いというところにもつながるんですが、まあ、王道 JRPG だけあって、ボリュームがすごいです。どうやってもクリアまで60時間以上かかるし、各所 S ランクを目指してクエストを全部やると100時間かかる説があるんですね。で、これだけ遊べて税込み6380円はコスパがいいです。まあ、1時間60円から100円ぐらいですからね。さらに言うと、クエストに関連するところで、OSPG ってのがあります。もうスペシャルポリスなんたらみたいな感じのやつですね。で、これは、フォースプリガンって意味で、裏解決業務の依頼に当たります。掲示板でチェックしてクエストを進めていって、最後にはどう始末するか選択を迫られます。例えばこの選択肢、レジから金を盗んだ事件を解決した後に、どう金を返させるかっていう話なんですけども、まあ、事情を話させるか、黙って戻すか。で、この選択肢によって主人公のアライメントが変化します。アライメントっていうのは、こう、ロー、グレー、カオスって3属性があって、まあ、選択肢によってそれぞれレベルが上がってきます。で、ローが善でカオスが悪って感じですね。まあ、グレーは微妙なラインなんですけども、まあ、警察に悪いやつを引き渡したりするとなんか G が上がったりしますね。そして、LGC のその数値によって途中のストーリーが分岐します。どの勢力と共闘するかによってルートが決定するわけですね。ただ、エンディングまでは変わらないので、まあ、3ルート分岐してそれぞれのエンディングっていうわけでもないので、まあ、おまけくらいの感覚でいいですかね。まあ、途中が若干変わるだけです。で、ここまですごい褒めてきたんですけども、まあ、ちょっとあまりにも褒めすぎてる気がしたので、気になったところも言っていきます。まあ、僕が挙げるこの気になったところに強く引っかかる人は向いてないかなと。で、逆にあんま気にならないよって方は超向いてるかなと思います。で、まず一つ目なんですけども、まあ、慣れがいりますね。序盤のストーリーが頭に入ってくるまでにちょっと時間かかりましたし、システムに慣れるまでも時間かかりました。まあ、一章のボス戦で最初苦労するんですけど、それまでどこで相手のレベル見るのかすら把握せずに進めてたんで、まあ、慣れてくるとどうすれば効率よく戦えるのか分かってきて楽しいです。なんで、まあ、僕の感覚だと一章のボス戦で初めてそのゲームのシステムを大体理解するって感じなんで、まあ、慣れるまで時間かかるかなって感じですね。まあ、おすすめのアニメを布教するときとかされるときに、8話まで耐えろ、そうすれば面白くなるみたいなやつがあるんですが、とりあえず序章クリアまでやってみて合うか合わないか判断してほしいなと思いますね。で、なんと無料体験版で最初の10時間くらいは触れてきてしまうので、こちらを試してみるのがいいのかなと思います。あと序盤から気になったというかちょっと笑っちゃったのは、このゲーム裏社会のやつとか悪いやつが出てくるんですよ。その中でチンピラとかマフィアとかハングルが出てくるんですけど、モブキャラの悪いやつはだいたい優しい目をしてたりします。迫力が全くないんですね。まあ、その辺にいる NPC がサングラスつけて服着てるだけなんで、なんかコスプレしてるようなしか見えないんですよ。なんで全く裏社会勢力に見えないやつが殺し屋とかやってんすよね。しかしですね、敵幹部とか、ワルターなんかのネームドキャラは、ちゃんとかっこいいので、そこを安心してほしいんですけど、とにかくモブキャラが悪そうに見えないです。で、三つ目なんですけど、ボイスがフルじゃないとこですね。なんか最初の方はフルボイスなんですけど、話が進むたびに、気がついたら声ないなっていうぐらいの勢いになってきます。急に喋り出してむしろドキッとするぐらいですね。もちろん重要なシーンはフルボイスなんですけども、日常パートとか創作パートは、すぐにですね、ボイスが消えてしまうんですね。なんで本当にずっとボイスがあったりなかったりの状態が続きます。確かにね、ボイスは金かかるんですけど、メインストーリーぐらいは全編フルボイスが良かったですね。はい、というわけでまとめなんですが、国産でアニメ調な 3DRPG を楽しみたい方におすすめです。JRPG 好きの僕としては、今回この機会で奇跡シリーズに触れられて、まあ、本当に良かったなと思います。最近ですね、やっぱりゲームもどんどん対策化してきて、毎回やってるシリーズ作品とかが、もう何年に1本とかしか出なくなってきてるので、やっぱり王道 JRPG って貴重なんですよね。てか、まあもっともっと JRPG やりたいなと思ってたところに、まあこういう話をいただけてプレイできて、いいシリーズを知れたなと思いました。まあ、今やっておけばですね、9月の2にも間に合いますので、英雄伝説奇跡シリーズが気になっていたけどなかなか手が出なかったという方、まあ、これを機会にプレイしてみてはいかがでしょうか。 PS5 をお持ちの方も PS4 しか持ってないという方も概要欄の URL から、まあ、かなりワクワクできる情報を見ることができますので、ぜひご覧ください。ではですね、チャンネル登録するかどうかをお任せしますので、よろしければもう一本中井戸の動画を見ていただけると非常に嬉しいです。以上、中井戸でした。今後ともよろしく。